今回はふんわり卵ともやしのひき肉あんかけの作り方を紹介します。柔らかい卵ともやしのシャキッとした食感にひき肉のあんかけの相性が抜群です。それでは作っていきましょう。材料を用意します。もやし 50g、 にんじん 5g、 小松菜 5g、 生姜、にんにく 5g、 卵2個、ひき肉 30g です。卵に塩コショウで下味をつけます。卵をざっくりと攪拌し混ぜていきます。鍋に油を大さじ1を入れ、卵を流し入れます。軽く炒めて半熟の状態で引き上げます。野菜を炒めていきます。生姜を軽く炒め香りが立ってきたら野菜を入れます。野菜の水分が出ないように強火で炒めます。もやしをしっかり炒めることで食感が良くなります。酒と醤油を鍋肌から香りが出るように入れます。スープまたは水を 15cc 入れます。蒸発させるようにして野菜に染み込ませ塩コショウで味を整えます。軽く水溶き片栗粉を入れコーティングします。ごま油を入れ香りをつけます。皿に野菜を盛り付けてその上に炒めた卵をのせます。次にひき肉を炒めていきます。肉が完全に赤いところがなくなり白くなるまで炒めます。にんにく、生姜、豆板醤小さじ1を入れ炒めます。酒と醤油大さじ1を入れ、スープまた水を 30cc 入れます。砂糖と味の素を少量入れます。水溶き片栗粉でとろみをつけます。ごま油を入れ、艶と香りをつけます。もやしと卵の上にひき肉のあんかけをかけていきます。青ネギを散らして完成です。今回はふんわり卵ともやしのひき肉あんかけの作り方を紹介しました。安い材料ですが合わせることでしっかりしたおかずになります。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理などを紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。
リクエストなどがありましたらコメント欄までお願いします。それでは失礼いたします。